じゃどうぞ楽しんでください、どうぞ。ほらこうやって匂い嗅いでみたりさ、うん、人が松茸楽しむと一緒だよ。匂い嗅いだりこう目で見たりしたいんだよ。そんなにもう松茸見る？いや、それは松茸が家に来たら見るでしょ。だってそんなに来ないんだから。ごまちゃんだってそういう気持ちだよ、そのお菓子に対しては。松茸？松茸よ。松坂牛とか。松坂牛もそんなに見ないでしょ。いや見るよ、ママは家に来たら松坂牛が。どうやって？じっとどこら辺を見るの、松坂牛の？刺し。刺し。